我が地方都市には今ではウイルス騒ぎの影響で観光客の方はほとんど減ってしまいましたが、その前までは非常に多くの方が観光に来ていただいていました。なので観光客の方を狙ったビーチなどというのもたくさんありますが、今回ご紹介するのはそういった観光客を狙ったということは全くなく、単純にみんなが海に入ってバチャバチャと遊ぶ、もしくはどちらかというと涼みに来るっていうんですかね、体を冷やして、夏の暑い季節を、しのぐ、そういったことで使われている、そのようなビーチになります。でビーチに行く前に道端に何か変わったものがあったので少し、泊まってみることにしました。で見てみるとこれ多分漁船だと思うんですけど、昔漁師さんが使っていた船だと思います。今では壊れてしまって、多分昨日かなんか誰かが飲んだと思われるビールが置かれていました。このチャンネルでは40代の元サラリーマンが会社を早期退職して家族とセミリタイヤ生活をフィリピンの地方都市で行うとどんな暮らしになるのか、リアルな実情を動画にして定期的に投稿していますので、チャンネル登録や評価、コメントをぜひお願いします。で今ビーチに向かっていますが、海沿いの道を走っていると多くの土地に鉄の板でガードされているような土地がたくさんあります。おそらくそういった土地はお金持ちの方が投資用として購入している土地だと思います。もしこの辺りが将来的に発展して観光客の方がたくさん来るようになった時のために何かお店用の土地として買っているのだと思われます。今のところまだ開発が進んでいませんので、知り合いのフィリピン人の方に聞いたところ、誰も入れないようにあのように壁を作っているということでした。
で、ビーチの近くになると屋台がたくさん並んでいます。この屋台は夕方の6時ぐらいから夜の9時まで営業しているようで、主に焼き鳥や天ぷらと呼ばれるものがここで食べられるようです。私も一度ウイルス騒ぎの前に食べたことがありますが、もう少し落ち着いたらぜひ行ってみたいと思うので、もし行った際は動画にしてアップします。そうこうしているうちに目的のビーチに到着しました。この日は天気も良く、実際約20名ほどの現地の方が泳いだり、水遊びをして遊んでいました。で、ビーチの入り口には小さなお店が2つあります。ここは後で少し寄ってみますが、基本的には飲み物を売っていたり、お菓子を売っていたり、そんなお店でした。で、ビーチ入ってすぐ、船が1艘ありました。で、これはですね、初めオブジェか何かと思ったんですけど、どうも網がですね、非常に新しいのが置いてあったので、現役で漁師の方が使っている船だと思います。そしてこのビーチには、なぜか鶏、チャボですかね、といったものもいました。おそらくここに人が住んでいて、この鳥が卵を産んでくれる、それを食べている、そんな感じだと思います。だから人が飼っている鳥ですね、だと思います。で、海歩いていて、で、実際ちょっと海に入ってみます。入るといっても足をつける程度ですが、で、我が町の海、このビーチの水ですが、現地の方に言わせるとあまり綺麗ではないという、話です。というのも、後で少しお見せしますが、この海にはですね、いわゆるこの我が町の生活排水ですか、それが結構そのまま海に流れ出ているという話です。なので海も非常に汚れてきているというのが現地の方のコメントでした。ただ私は日本の海も少し見ているんですけど、それに比べればそこそこ綺麗なのではないかと思っています。ただ水はですね、それほど濁った感じもなかったんですけど、砂浜には結構ゴミみたいなものが多かったですね。漂流物っていうんですか、が結構目立ちました。で、歩いていると何かこのハートでこう愛のメッセージが書かれていたものがあったり、地元の方がここで遊んでいるんだなというのが分かる、そんなようなものもありました。で、一番このビーチの奥にですね、まで来てみました。で、この先が空港になります。で、今見ていて、石垣のようなものがあるんですけど、この先が空港の敷地内です。で、ここに滑走路があるので、だいたいお昼の2時とか3時4時ぐらいになってくると、飛行機がですね、我が町にはだいたい1日2便から3便飛行機が発着していますので、ここの場所で見ていると非常に近い場所で飛行機が見れる、そのようなスポットになっています。この時は朝の7時ぐらいだったので飛行機は飛んでいませんでした。で、この場所には船を保管するような、柵というか檻というか車庫というかがありました。で、これで本当に船の盗難から防げるのかっていう疑問はあるんですけど、そうやって船を、柵で囲っている、そんな船もありました。で、奥にはですね、川がありまして、これが先ほど少しお話しした生活排水が、海に流れ出ている川の一つだと思われます。で、やはりこの川を見ているとそれほど綺麗ではありません。何か少し濁っているような、そんな感じが見られる川でした。で、ゴミのようなものも、定期的に海に流れていっていましたので、もしかするとこの川が、実際、もっと川上の方に、集落があって、そこの、洗濯したり、食器を洗ったりっていう水がそのまんま海に流れ出ているのかもしれません。で、ここに私は20分ほどいて歩いていたんですけど、私が見つけた多かったゴミトップ3を発表したいと思います。
まず第3位が靴ですね。なぜか分かりませんが、靴やビーチサンダルというのが結構多く砂浜に転がっていました。で、続いて第2位ですね。それはこのヤシの実です。ヤシの実も非常に多くゴロゴロと落ちていました。これらのヤシの実はおそらく漂流してどこからか海で流れ着いたものだと思います。そして1位ですね。1位がですね、ペットボトルや空き缶などのゴミです。これはやはり色がカラフルなのもあるかもしれませんが、非常に目につきました。我が地方都市を歩いていると、街の中は非常にきれいにですね、掃除されていて、清潔感があるんですけど、今回砂浜を歩いていると、今お話ししたような靴やビーチサンダル、あとヤシの実、そしてプラスチックのペットボトルや空き缶ですね、そういったものが非常に多く見られて、ちょっと汚いイメージの方が強かったです。で、戻ろうと思って歩いていると、何かこうカップル向けなんですかね、海に向かって椅子が用意されていたり、何かオブジェのようなものが作られていたりと、こういった遊び心もあるようなお店もありました。で、このオブジェですね、近づいて見てみたら、これペットボトルでできてるんですね。で、黄緑のペットボトルなので、もしかするとこれフィリピン人の方が非常に大好きなマウンテンドゥの空きペットボトルなのかもしれません。そしてこれは多分お昼とか夕方だと思いますが、向けのレストラン、こういったところで食事できるような、そういったお店というか場所がありました。で、実際どのようなものが食べられるのかとか分かりませんので、今度別のですね、機会に夕方ぐらいに来てどのような感じなのか動画にしてご紹介したいと思います。で、歩いていたら漁を終えた漁師さんと思われる方が船と一緒に戻ってきました。で、お子さんなんですかね、あと知り合いの方と一緒に船を陸に上げる、そんなような光景を見ることができました。で、これは先ほど入り口に置いてあった船と同じような形で、あと同じような大きさで、やはりですね、こういった小さな船で沖に出かけて何か魚を取るという漁師さんが多いようです。で、帰り際は入り口にあった小さなお店に寄ってみることにしました。で、寄ってはみたんですけど、店員さんがいなくてですね、買おうと思って1分ぐらいちょっと経ってたんですけど、誰もいらっしゃらなくて、残念ながら買うことができずに違うお店にこれから向かいます。で、売っているものはやはりコーラであったり、スプライトであったり、あとはちょっとしたお菓子ですね、クラッカー的なものであったり、チョコであったり、そういったものが売られていました。で、この道の向かいにですね、ジュースを売っている人がいましたので話しかけてみます。はい、 It is a calamansi juice? Yes. Oh, how much?20? Okay. What? Yes, one please. I see. This white one is coconut? I think it's coconut. Coconut. Coconut, you know? And this is the calamansi? Calamansi, yes. Calamansi, please.Okay, 20. Okay, thank you. Thank you. Bye-bye. Do you still have beer? Yeah, beer. Maybe tonight. Tonight. Bye-bye. ここではブコジュース、ヤシの実のジュースですね、ココナッツジュースと、あとカラマンシージュースというレモンというか柑橘系のジュースですね、が売られていましたので、私はカラマンシージュースの方を購入しました。1本20ペソ約40円です。で、このビーチで唯一ビールを売っているというのが今のお店のようです。なので、先ほどちょっとお話しした焼き鳥屋さんであったり、天ぷら屋さんであったりと呼ばれる屋台ですね、
そこでビールが飲みたい人は今のお店でビールを買って屋台で持ち込んで飲むというスタイルになるそうです。でこのカラマンシジュース買ったはいいんですけど、どこで飲もうかというので今場所を探しています。で結局日陰がですね、今買った店の横にしかなかったので、店の人にお話をして椅子を借りてここで飲むことにしました。今回ですね、まあ、YouTube 動画を撮影ということでこういったビーチなどに来て、見ると非常にゆっくりしたというか、リラックスした気持ちになれます。ただまあ観光に向いているかというと、決してそんなことはないと思います。華やかさもないですし、リッチな気分にはなれません。ただまあ非日常的なことを体験したいという方にはお勧めできるかもしれません。このチャンネルでは40代の元サラリーマンが会社を早期退職して家族とセミリタイア生活をフィリピンの地方都市で行うとどんな暮らしになるのか、リアルな実情を動画にして定期的に投稿していますので、チャンネル登録や評価、コメントをぜひお願いします。